818番、大阪府寝屋川市からお越しの山下健二さんとオーストラリアのガード、和美さんです。今日一日思いっきり楽しみますという結果君ですが、決勝は過去に続いて2回目、前回はスターティング地点でただのミスで失敗、今日はしっかり上がれというパパからのメッセージでした。さあ、パパのミスがないと、この試合を思いっきり楽しんでください。それでは山下さん、スタート準備よろしくお願いします。